今日のテーマはですね、テレビ、新聞、ネットニュース。このニュース自体が問題あるといえば、まあ、問題あると思ってますけど、正直言うと。でもそんなことに文句言ったってしょうがないので、それよりも、そのネットニュースの受け取り方は、自分のスタンスを決めておかないと、不安がものすごく大きくなって生きづらくなったり、もしくは、リーダー、経営者の方だと、 間違った決断をしてしまって、自分の周りの人を不幸に陥れる可能性があるという恐怖の放送で。まあ恐怖の放送って恐怖を伝える放送じゃないけどね。これ間違っちゃうと怖いよねって。だから絶対間違わないにしようね。イエイイエイみたいなね。ちょっと明るい内容なんですけれども。これね、他の回でもお伝えしたこともあるんですけど、やっぱ今、アテンションエコノミーといって、とにかく注目をたくさんの人から集めたものが、 優先される世の中になっています。まあもともとテレビとか新聞っていうのはその傾向強かったんでしょうね。特に全国ネットのテレビとか、あとは全国紙の新聞などにはその傾向が強く出る。まあ平たく言うとですね。 視聴率なんていうのは、まあ、それこそ視聴率10%なんつったら1000万人に見られなきゃいけないわけですよね。で、それぐらいたくさんの人に見られないと、まあ、広告主から切られるっていう恐怖がテレビ局さん側にもあるわけじゃないですか。でも1000万人とかに見られると思ったら、まあ、これ言いにくいけどね、言うね。人口ピラミッドで言うと、底辺側の方が人口が多くなるので。 これはもう日本だけじゃないでしょ。アメリカでも中国でもどこでもそうだと思います。まあつまり、うんと、あんまり勉強してない人。特に日本人はね、勉強してない大人が多いんだから、ほとんど知識とかのベースがない人。 そういう人に対して刺激的な情報を渡さないと1000万人に見てもらえないわけじゃないですか。そうなってくると、まあ今で言うと芸能人の不倫の話とか政治家の悪口みたいなね。もう本当に勉強してたらさ、芸能人の不倫なんて絶対自分の人生になんか1ミリも関係ないって、まあまともな人だったらわかるし、政治家の悪口言ってたって自分も不幸になるし、そもそも政治家さんって僕たちの代わりにね、 あんなに文句言われながらものすごい業務をやってくれてるわけなので、そんなこともわからない、まあ、勉強をしていない人たちを集めないと成り立たないシステムエラーなんだと思います。まあ、ネットニュースに関してはもっと強調されてるよね。やっぱりたくさんの人が見てるものがどん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 あ動画だったら何回も繰り返し見られるようになってるし、ネットも上の方に出るから。 だから、ヤフーニュースとか本当にくだらないもの順にしか上に並ばないわけじゃないですか。そこのコメント欄はそのくだらないものに反応しているくだらない人たちの集団になっている。でもそれは人口ピラミッド上一番多いそうなので、まあそれは知っておいた方がいいよねっていう内容でございます。で、今日は例としてオンラインサロンカモビズの7月8日の日経新聞の記事。これも自分のスタンス決めてないと。 間違うよねっていう風に伝えています。まあ、今回は日本、アメリカ、中国の外食産業が価格戦略の見直しをしている。どんどん今、値上げじゃなくて安売りの方に向かってるよっていうニュースなんですよ。で、僕はもうズバリ言ってるのはオンラインサロンメンバーにはね、大衆向けのニュースをどう受け止めるかという自分のスタンスを持つことの重要性を忘れるな。 で伝えてます。まあ、記事の内容を要約して言うとですね、えー、例えばアメリカのマクドナルドとかスターバックスっていうのは800円前後のセットミニューを出し始めたと。あと中国の方でも大手チェーンがどんどん低価格店、新店をオープンしてる。日本もケンタッキーフライドチキンが値下げをしている。そんな風なニュースがバンバン出てるわけですよ。で、こっからは低価格戦略が まあ、どん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 伸びてくるだろう。なぜならば、今みんなインフレ、値上げによって消費者が安いものを買うようになってるからっていうニュースなんですよ。で、これを見てね、やばいうちも値下げしなきゃってやっちゃダメよっていうことを僕はオンラインサロメンバーに伝えています。例えば、アメリカ、アメリカのね、セットメニューが800円前後のを出し始めたって言ってるんだけど、そもそもアメリカは 日本と違って、この30年で3倍の価格情報をやってるんです。えちなみに今、アメリカの一番高いビッグマックセットっていうのはコネティカット州なんですけど、ビッグマックセット1個、2830円です。これを値下げしてるよっていう話をしているんですね。なので、日本がね、今むちゃくちゃ安いわけじゃないですか、円安で。 もう世界一安い国になり、なっていこうと先進国で。そんな時に値下げに切り替えるなんて本当と馬鹿げてますよ。だって、円安ってことは高いものを海外から入れてるんだから、どん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 利益幅が少なくなってるのに、そこで値下げしたら終わるよっていうことなんですよ。実際アメリカっていうのは、っとね、うん、えっと、賃上げ値上げインバウンドっていう僕が10月30日にね、えー、リリースする書籍の 最後の最後の後書きに書いてるんですけど今から30年前のアメリカのビッグマック単品は190円この時日本のビッグマック380円ですあ、もう日本の方が高かったわけ2倍以上で現在アメリカはビッグマック620円日本は390円ですつまりアメリカは30年かけて価格を3倍に上げてその間日本は全く値上げをしてこなかった だから全然状況違うっていうことも考えてニュースを読まないとニュースを書く人そこまで考えてませんので。てか、まあ、もしくは考えてるけど、恣意的に誘導してる人もいるので気をつけて読まなきゃダメだよねってことです。で、もう一つちょっとね、ここ引っかかったんですけど、サイゼリア。サイゼリアがとにかく値上げしないんだって言い切ってね、なんか好感度を取ってるようなことを記事書いてあるんですよ。で、サイゼリアは実際に価格を上げないことによってうまくいってると。 えー、その根拠として書いてるのが、2023年9月から2024年2月の既存店売り上げがプラス21.9%って書いてある。これが根拠だって言ってるんですけど、ちょっと待ってこれ。前年2022年9月から2023年2月でしょ。 これコロナ禍じゃん <laughs> それに比べて値上げをしないで売り上げが21.9%上がってるっていう根拠書くのはもう悪意を感じるねっていうことなので気をつけてニュースを読もうねが結論でございます。で、鴨頭が初見としては、揺り戻しニュースの受け止め方。 えー、マスマーケティングの領域では必ず揺り戻しというものが起きます。揺り戻しっていうのはね、えー、どういうことかというと、世の中の大きな流れが行ったり来たりを繰り返しながら変化していくってことです。えー、つまり経済成長っていうのは、緩やかなインフレ曲線を描きながら成長するんだけれども、その中で揺り戻しって言って、インフレじゃなくて値下げっていうニュースも出るんですよ。なんなら、値上げが進んでますっていうニュースが出てるときに、 値下げだっていうニュースを流すとアテンション集まるんです。注目が集まるんですよ。だからそういうニュースがテレビとか新聞とかネットニュースでバンバン出るようになります。で、もちろんそれは新聞テレビ、えー、ネットニュースだけじゃなくて今回の事例のマクドナルドとかスターバックスなところっていうのはもう何億人何十億人というお客様を集めるところなのでこの揺り戻しのマーケティングを 意図的に使わないと伸びないんです。大企業っていうのはこういうふうにネットニュースとかテレビとか新聞と同じようにちゃんと大衆多くの人に受け入れられるマーケティングを意図的にやってるんですよ。それを中小企業がそのまま受け止めてやったら本当に困るよってことです。 例えば、東京鴨頭ランドという会社は年間で数千人という少人数に向けたビジネスをしている会社だ。こんなマスマーケティングには見向きもしないという基本スタンスでやっている。影響を全く受けないからだ。世の中の人口ピラミッドの最下層はそもそも学ばないそうだ。つまり、東京鴨頭ラランドのような、教育コンテンツを中心とした商品を提供している会社の顧客には、 この手のニュースは関係ない。このように世の中の大きな流れを知った上で自分の顧客にとって大切なニュースなのか影響のないニュースなのかこの判断軸を持っていればこの手のニュースでブレブレになることなど一切ない。あなたの会社はマスマーケティングで年間数百万人数千万人をかき集める会社ですかそれとも 固有の価値観で商品購入を自分で決めるお客様にサービスを提供する会社ですがニュースへのスタンスは自分の顧客に合わせて受け取っていくのがカモビズ流だというのがねあのオンラインサロンの記事の一部でございますもうズバリ言っちゃいますけど人生がうまくいくかどうかはどんな情報を受け取ってるかですでその情報っていうのは自分のスタンスでどの情報を受け取るかが決まっているので そのスタンスを決めておきましょうという内容でございました。オンラインサロンカモビズでは情報だけじゃなく、情報の受け取り方もえ伝えている内容になっておりますので、ぜひぜひオンラインサロンカモビズの情報もゲットしてみてください。 もうほんとね、ニュースだけを見ていると、ネガティブなニュースが多いじゃないですか。世の中そんなネガティブなことだけが起きてるわけないですよね。そんな偏ってないと思うんですだけどネガティブな情報が多いっていうのは、もうこれ人間の本能に対してアテンションしてるんだと思うんですよ。当たり前ですよ、人間動物なんで。生存本能っていうのがあって。生存本能っていうのは、自分が死なない。自分が被害を被らない。そういうことが大事なので、 どっちかというとポジティブよりネガティブの方がフォーカスするようになってるんです。 優先順位が高いの。やっぱりね、あのー、例えば、崖のある道を走っていて、右側が崖ね。で、左側には綺麗なお花が咲いてる。私たちは綺麗なお花を見たいんだけれども、右側崖だったら、崖が気になるんじゃん。そういう風にできてるんですよ、人間ってのは動物だから。だから、たくさんの人にニュースを見てもらわなきゃいけないビジネスモデルであるテレビとか新聞とかネットニュースっていうのはどうしても崖。 ニュースばっかり流すので、そればっかり読んでると気持ちが落ちるし、怖くなっちゃうし、間違った判断してしまうので、私たちはちゃんとそのことは知っていてもいいんだけれども、判断するときには、もうほとんどの人が多分崖を売らないと思うんですよ。綺麗なお花をビジネスで使うと思うんですよ。もっとみんなの悩みが解決するようなものを提供したりとか、もっとみんなが快適になるような商品を売るでしょう、うほとんどの人は。なので、ニュースの 見方、読み取り方、自分自身のスタンスを決めるのがめっちゃ大事よっていうね、とてつもなく大事なお話でございましたので、あの、時々聞き返していただくぐらい、まあ、もしくは僕が月に一回ぐらいこういう話をしようと思います。それぐらい大事なお話でございました。えー、ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、お花が見れるように、せーの、いいねー崖も気をつけるけど、お花を見よう。